あー、よし、いけてるよね。やばいやばいやばい、マジやばい、マジやばい、マジやばい、やばい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 、ほんとにやばい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 。え、何してんの？え、マジでさ、俺過去最高の、ま、買い物っていうのかわかんないけど、なんか買い物じゃねえな、これなんかマジで、なんか使った気がしてない。え、なくなった気分。1000万なくなったんだけど、最近手元に残るものが何もないから、マジ1000万なくなっちゃったみたいな、なんかなくなった気分今。マジやばいんだけど。え、やばいやばい。なんか俺130万人も登録者数いるし、動画もさ、まあ、別にさ、結構頑張って出してるし、再生数もね、まあまあ、日にち経てば、なんかなんだかんだ20万とか言ってるから、なんかめちゃめちゃ稼いでんじゃねえ。なんか案件、まあ、案件全然来ないんだけど、なんか下ネタばっか言って、めちゃめちゃ下品だから、めっちゃ稼いでんじゃねえかな、みたいな。その思われてるかもしれないけど、俺ね、思ってるほど稼いでなくて、なんか YouTuber がめちゃめちゃ稼いでるみたいなイメージついてるじゃん。俺みたいな中堅は微妙に稼げてない。なんかもらってるけど、なんかそう、みんなの想像より全然低いと思う。だから1000万やばいって。ヒカキンさんみたいなさ、なんか、あ、ヒカキンさんじゃない、なんかセイキンさんにとってはさ、1000万はさ、あの、ゴミみたいなやつかもしんないけど、俺からしたらね、めちゃめちゃでかくて、なんか、使っちゃったんだけど、1000万円。しかも手元に残るもん何もないから、なんか、1000万使った気がしないし、1000万がなくなってるだけ。マジまずい。本当に。え、ちょ、何に使ったかっていうと、ちょっと可愛いんだけど。いつもさ、腰振ってるイメージじゃん。逆こっちだから普段。なんか動画撮り出すとさ、キチガイみたいになるんだよ。俺と一緒じゃんお前。俺普段さ、無口の陰キャでさ、なんか、めちゃめちゃさ、あの、引っ込み思案だから、性格も似てるんじゃん、アンディと。動画撮り始めたら、キチガイになるみたいな。動画撮り出したら、下ネタしか言わないみたいな。だって俺普段下ネタ一切言わないから、動画撮り出したら暴れまくって、なんか腰振りまくるみたいな。いや、俺と一緒じゃん。まあ、そんなことは置いといて、俺マジで、俺釣り動画じゃないよ、これ。1000万使ってるから、俺でもいつかさ、なんていうの、まあ、前置き長くなっちゃうからいいと思うんだけど、前置き長いの流行りじゃん、なんか。あの、見てられないみたいなコメントよく見るけど。あー、違う、まあ、俺さ、本当に YouTube で、なんかやりたいことがあって、なんか購入品紹介とかみんなやってるじゃん。俺購入品紹介マジでやりたいなと思ったから、これ第1弾、これね。ボッテガ100万とかさ、プラダ100万とかさ、グッチ100万円分、ルイ・ヴィトン100万円分とかやってるじゃん。マジでやりたくて、本当に YouTube やってて。マジそんな楽な動画ないじゃん。あー、違う。そんなさ、自分のさ、なんか欲求も満たしながら、収益も得られて、で、しかもね、欲しい服も買えて、で、みんなのね、参考にもなって、もうウィンウィンでしかないからさ、俺マジでそれやりたいなと思って、めっちゃ前にやったら、ま、くっそ伸びなくて、もうほんと、15分で消しましたね、なんか。ま、ちょっと何買ったかっていうと、なんか、ま、単純に言うとね、ま、1000万円分の、俺ちょっとビットコイン買ったんすよ。1000万円分のビットコイン買って、でね、欲しいものがあって、欲しいものが手に入れるためにイーサリアムってやつがまず必要、その、それをね、なんか、え、ちょっと待って、俺めちゃめちゃうさんくさいやつみたいになってない？俺。おー、ちょっと待って。俺最近さ、マルチに洗脳された親友シリーズやっててさ、なんか、仮想通貨とかさ、NFT とかさ、暗号資産とかさ、なんかそういう系の言葉出てきたじゃん。俺めっちゃうさんくさいやつみたいになってない？俺。いや、全然違うよ、マジで、本当に。いや、全然違うっていう否定の仕方もさ、めちゃめちゃうさんくせえ詐欺師がさ、え、全然私たち全然怪しくないですから。あなたの500万円預かってもらえれば、毎月10万円配当として出ますんで、みたいな。いやいやいや、ポンジ好きみたいな。なんか、いや、俺そんなやつじゃないから、俺。説明させて、普通に。マジ、説明させてっていうのもちょっとなんかおかしいって。ね、何してもダメじゃん。これ大丈夫？じゃ、通帳とか見せれるかな？ほら。ちょっと待って。これ、一番下に、1000万円分入金って書いてあって、9966万円分ビットコイン買って、2.65 ビットコイン手に入れたと。ちょっともうさ、購入品紹介ある？こんな。100万円分服買いましたってかさ、靴買いましたって紹介するじゃん、みんな。2.65 ビットコイン買いましたって意味わかんなくない？マジでやってること。ちょっとなんかビジネス YouTuber みたい嫌なんだけど、それ。他の場所に、あの、送金させて、で、イーサリアムってやつに変えたんすよ。もうちょっと説明わかってるこれ。ちょっと待って。ちょ、もういいや。なんか俺500万円ぐらいの NFT 買ったんすよ。そう、俺がこれが欲しくて。ちょ、何かっていうと、これを買いました。え、これ、マジさ、これいくらだと思う？これ。このなんかさ、変な画像みたいな、なんか。変じゃない、ちょっと、なんかあのさ、たった1枚の画像、いくらだと思う？これ。500万。ちょっと待って、俺頭おかしいんじゃねえの？マジで。
YouTube やりすぎて編集にのめり込みすぎてなんか周りの環境を見えなさすぎて俺500万の絵買ってんだけど絵じゃないこれしかも画像価値なくなったらただの紙切れになっちゃう可能性あるからやばいんだけどちゃんと買った理由があってしかもこれ村上隆さんってさ有名な人いるじゃんあの人がやったやつだからかっこいいんだよねマジでこの絵がマジで欲しくて俺なこの絵というかなんかなんて言ったらいいの画像俺が所有してるっていうことになってんだけど今 Owned by カノックスターって書いてあるじゃんほらこれ俺が所有してるもんなんだけどもともとビットコイン買いたいなと思ってたからなんかしかも今安くなってるじゃん買い時だなと思って買って半分ぐらいをイーサリアムってやつに変えてでこれを買いましたね21だっけ21イーサリアムでこれ買ったんかなだから購入品紹介これ YouTuber のコムドットの購入品紹介ってどんな感じ2月の購入品を紹介したら盛り上がりすぎたあそうだ5月の購入品紹介をしたら盛り上がりすぎた盛り上がんねえよ、お前なんで俺がさ、500万円のさ、1枚の画像使ってさ、盛り上がってんの頭おかしいだろ、そんなの正常な人間じゃないと思われるから、ちゃんと理由があって、俺マジ欲しかったの、これ。まあ、寂しいから、ご飯食いながらちょっと説明しようかなと思って。これでも過去最大の買い物だわ。これ買い物って言うかわからんけどさ、まあ、普通はさ、みんなさ、なんか、車買いましたとか、時計買いましたとかさ、まあ、時計みたいなもんだなと思ってんだけど、俺。まあ、時計よりギャンブルだと思うんだけどさ、もうそういうのじゃないね。なんか俺単純にマジでさ、これ欲しくて。なんか、かっこいいじゃん、本当に。こういう絵大好きなんだよね。こういうなんか、現代アートみたいなさ、気持ち悪いとかっこいいの中間みたいな、気もかっこいいみたいな、気もかっこいいとかな、どれ悪口これ。将来、価値が上がるかもしれないし、上がんないかもしれない。それはよく、もうそれはもうわかんない俺は。だって、操ることできないから、なんで俺がこの画像を買ったかっていうと、まあ、一つ目に単純にね、絵がめっちゃ好きで、こういう感じの絵がめちゃめちゃ好きで、欲しかった。まあ、いいじゃん。人には理解できないものあるって欲しいものなんて。車だってさ、別に走ればいいじゃん。走ればいいものをさ、何千万何億ってさ、買ったりするのも、まきわかんないじゃん。それと一緒だって。画像だって、なんか、なんていうのあの、しこって抜ければいいじゃん。別に、あー違う。ちょっとなんで買ったか説明する前に、ご飯だけ食べたい。お腹空いてんの俺。なんか、めっちゃ面白いもん売ってた。牛丼、何これ牛丼スーパーフードって書いてある。ちょっと先に食べよう、これ。いただきまーす。すねーね、めっちゃ美味しい。やば。まあ、二つ目はね、まあ、面白いなと思って、こういうなんかプロジェクトがなんか、このクローン X っていうプロジェクトなんだけど、これにね、俺は参加していると。参加しててーこれね、キャラクターが2万体いるんだけど、2万体しかいなくて。わかんないけど、このプロジェクトに参加してるってことは、コミュニティに入ってるっていう意味になってて、それでさ、このコミュニティだけで何かした時に、俺それ参加できるっていうことなんだよね、多分。まあ、面白いじゃん、それってなんか。全世界で2万人しか、参加できないやつに参加できる。で、しかもね、このクローン X っていうやつをやってるのが、このアーティファクトってやつなんだけど、このアーティファクトっていうところが、なんか、ナイキに買われてて、もしナイキがなんかこういうイベント、最先端イベント見てわかんないけど、何も発表されてない知らないけど、もしやるってなった時に、このクローン X ってやつを持ってる人だけ参加できますよってなったら、俺これ持ってるから、参加できるんですよ、それに。まあ、わからないけど、めっちゃ面白いじゃん、なんか。ちょっと説明する前にちょっとお腹すいた。やばい。でもこれをさ、俺買ったじゃん。1000万円分。なんか冷静に考えれば考えるほど、冷や汗しか出ないんだけど。今まで結構さ、禁薬家タイプだから、本当に。だって俺さ、大学生の頃なんてさ、1年間で80万円何も使わずにだよ。学食とか一切行かずに、マジで80万円貯めて、貯めた80万円でね、アメリカ行って、頑張るみたいな。何頑張るって何を頑張るのおっぱい揉むわかんないんだけど、貯めて一気に使うみたいなことやってるから、まあ、一緒か、やってること。まあ、でも何も使わずに貯めてるだけじゃさ、なんか、俺多分終わってる、人として終わるだけだと思うんだよね、俺みたいな立場の人間だと。で、YouTube でさ、食べれなくなって、でね、貯金しかない。どうしよう。俺そんなにあんまなりたくないから、なんか面白いなと思ったものには使いたいっすね。ジャージャー麺って、マジ美味しそうなんだけど、なんか、激辛麺食った後の次の日の下痢みたい。まあ、三つ目の理由がね、なんでこれ買ったかっていうと、将来、価値が上がるかもしれない。なんとも言えない。
紙切れになる可能性もある。まあ、なんで価値が上がるかっていうと、そういうなんかさ、これ持ってる人限定の何かがあったりしたりとかさ、将来なんか、アバターとしてこれが使えますよってなったらさ、みんな欲しくなるわけじゃん。したらさ、値段って上がっていくわけじゃん。これ一体の値段って。しかも、レアリティとかあるんだけど、なんか このキャラにもね。まあ、なんか2万体いる中の、確かこれ700何番とかだから、まあ、結構上なんすよ。だから高いみたいな。で、2万いる中のさ、700ユーぐらいだったら結構上じゃん。一番上のやつとかちょっと意味わかんねえ値段してるから、円とかじゃない価値がわかんねえんだよね、最初。なんか、マジで。300イーサリアム?300円ってことと思ったら、300円ぐらいで買えんの。やっべーと思ってたら、7000万みたいな。何それ。まあ、よくさ、時計買うとかあるじゃん。なんか時計みたいな感じなんじゃないかな、みたいな。なんか YouTuber の人時計買うじゃん。YouTuber だけじゃなくてさ、まあ、500万円くらいの時計買って、何年後かに、1000万とか価値上がってるかもしれないから、買っとくみたいな。まあ、それみたいな感じかな。俺最初マジ時計買おうと思ってたの。なんか、堅実じゃん、そっちの方が。なんか現物としてあるしさ、価値がわかるしさ、500万円だって500万使ったっていうさ、現物が来るからわかるけどさ、これに関してはマジでさ、500万だったけど、500万使った感覚ないもん。何もない。だからよくわかんない。まあ、正直言うと、時計に関してはマジで将来価値上がってたらいいなと思って、マジ時計買おうと思ってたんだけど、まあ、なんか俺の性格上の話すると本当、まあ、なんか、真面目な話しちゃうじゃん。俺本当興味ないものに、なんかお金使えなくて。なんか俺服好きだけどさ、俺人生で一回も時計欲しいと思ったことなくて。でも自分で時計一回も買ったことないから、そうなった時にさ、やっぱ将来上がりそうな時計とかさ、調べたりするじゃん。なんのやる気も出ない。本当に。だって興味がないもん。たとえなんかそれがさ、将来的にさ、めちゃめちゃ跳ね上がるっていう可能性があったとしても、なんか興味ないからいらないんだよね。なんか買いたくない、なんか。時計が嫌だって言ってるわけじゃなくて、俺が興味がないんだよね、本当に。でもこの NFT とかなんか、そういうメタバースみたいなやつは、なんか俺、本とか読んで、マジめっちゃ面白いな、みたいな。知れば知るほど、今までは正直さ、なんか、うさんくさいな、みたいな、なんか、そういうイメージじゃん、正直。そういうイメージが俺の中でやっぱあったけど、めちゃめちゃ面白いじゃん、みたいな。で、めっちゃ面白いな。めっちゃ面白い、めっちゃ欲しいなってなって、実際やってる人に教えてもらったりして、これ欲しいなってなって、で、買ったって感じっすね。俺マジでさ、俺興味ないと、俺本当にマジで何のさ、やる気も出なくて。なんか、俺の性格の問題なんだけど、マジ YouTube に関してもそうでさ、一番最初さ、動画撮影めっちゃさ、始めてからさ、全然できなくてさ、半日ぐらいかかってさ、で、編集も全然できないからさ、2日とかかかって、で、動画出したらだよ。3再生とか。いや、3再生いったらいい方。ゼロ。でもなんで続けられたかっていうと、YouTube 大好きだったから、で、夢になりたいな、みたいな気持ちもあったから、俺がみんなに見つけてもらえてるんだったら、俺今ここにいないし、いや、マジ最初らへん大変だったんだけど。いや、一人だからさ、下積み期間じゃないけど、まあ、今じゃ想像できないかもしれないけどさ、俺最初さ、海外旅行行って動画撮ってたのね。一人で海外旅行行って動画撮影してあげるみたいなことをずっとやってて。しかも大学生のさ、お金も全然ないわけよ、別に。で、一回海外旅行するにもさ、なんか、まあ、安くてもさ、何十万とかするじゃん、まあ、言うて。まあ、俺長期間2週間とか行ってたから、クソ汚ねえゲストハウスとかマジ無理だから、まあ、一定水準のとこ保ったら、まあ、何十万かけて海外行って、で、動画撮影して、でね、旅行中に1日2日、動画編集頑張ってやって、で、上げて、で、その時は多分1000再生とか。いや、1000再生あればいいじゃんって思うかもしんないけど、まあ、多分週2とかで上げてたから、その時は。1ヶ月いくらだと思う ?1 万もいかないんじゃない ?1 万円も、取れないんだけど、なんか、1万円もいかないんじゃない多分。何十万かけて、1万円しか返ってこないみたいな、なんか、そんな期間がずっと続いてて。でもなんでできてたかっていうと、なんか YouTube やっててめっちゃ楽しかったから、楽しかったら俺結構できるんだよね。なんか、興味があったら、なんか、やっちゃうタイプ?すげえ、マジで金銭的に、本当にマジできつかったけど、なんか、でもさ、それやったことによってさ、なんかこのね、いっちゃん最初に伸びた、この、動画で言われるわ、なんか、これ、カノ君だったのって。中国でさ、値段交渉するとこうなり、恥ずかしいな、この動画。気持ち悪い。この動画撮れて、で、これが最初にね、すげえ伸びて、登録者数、多分100人ぐらいだ、500人かな?やった時に、これが多分100万再生ぐらい取れて、これが一番嬉しかったタイミングかも、今までの人生で、本当に。なんかみんなに認められたなって感じがして、もちろんアンチコメントめっちゃ来てたんだけど、やっと俺って、なんか世間に認められたんだ、みたいな感覚がすげえした、なんか。俺動画作品だと思ってるから、なんか、俺の作るもんが、なんか世間に認められてんだなって、
めちゃめちゃ興奮して、なんかもうね、うわーみたいな、なんかそういう感じが最初に、なんか味わえたの、この動画で、マジやばかった、あの時。これ超えることあんまないんじゃないかな、なんかこの嬉しさみたいな。イベントとかやって、みんなに会える方が嬉しいんだけど、まあみんなに気遣って言ってるんだけど、いや、マジ大変だったよ、最初。カメラをさ、3台ぐらいさ、リュックに持ってさ、キャリーケースに三脚とかさ、なんか撮影機材ぶち込んでさ、表表って言いながらさ、移動してさ、こうやって一人でさ、でっけえカメラ持ってさ、クソチンポみたいな、デカチンカメラ持って喋って、でね、ホテルで一人でさ、海外に行ってんのに、一人で寂しく編集してさ、いや、頑張った、過去のこと言うやつってマジ嫌なんだよね、俺。こんだけ頑張ったんだぜ、俺、みたいなやつさ、大体小物だし、すげえ脱線しちゃったけど、なんか、いやさ、なんか普通のバラエティ系の YouTuber でさ、なんか、何百万円購入品紹介みたいなことやってさ、1000万円もビットコイン買いました。で、その半分をね、イーサリアムに変えて、いや、1枚のさ、絵を買いましたみたいなやつ、いなくない？めちゃめちゃ面白いじゃん、そいつ。ね、村上隆さん見てくんないかな、この動画。もうあの人大好きなんだけど。金にがめついて思われそう。なんか思われないかな、わかんない。怖いんだけど。可愛くないな、可愛いよね、なんかマジで。すげえいいと思う。なんか、俺みたい。でも俺そうなんだよな、俺結構さ、挑戦したいタイプだからさ、なんか挑戦したいな、やっぱもうちょい。俺刺激ないと俺でさ、なんか人生に満足できないタイプだから、刺激欲しいんだよね、刺激。シギキックスみたいな。なんか、シギキックス食えばいいか別に。ちょっとこんな感じで終わりますね、もう。